24年問題で、家にも帰れず。ごちゃ、こちらこちゃごちゃ、らの、時間です。はい。えー、今日も今日とて、ちょっと動画を撮って帰ろうかなと、えー、思っております。明日ですね、あの、まあ、私ごとなんですけど、あの、子供の入学式でありまして、あの、会社の方を、え一、ー、日、有給取らせていただいておりましてね。まあ、言うたら、まあ、もう、金曜のよあの、夜みたいな。 あの、<laughs> 休み前なんで、まあ、今日はね、ちょっとあの、やる気に満ち溢れておるんですよ。で、まあ、明日だから一日休み、UQ 取って一日休みやのに、なんでか知らんけど、明日俺休みない。休みないのに、6時半から会食を入れられてるっていうね。うっせやろ、みたいな。うせや、みたいな。だから、6時半になったら、あのー、なんか会社の人らと、まあ、あの、なんかま、お、えらいさんとね、ちょっとま、えらいさんとの、あの、なんかお食事会が6時半からあるので、 まああの、なんか、いかんとダメなんで、もうなんか、気が気じゃないや。え、だるみたいな、明日入学式でもそのままさ、あの、ゴロゴロしようかな、みたいな流れやったのに、なんかまあ、そういうの入れられて、まあ、ちょっとあれなんですけど、まあでも、あのー、子供のね、入学式ということで、あの、めでたいことなんでね、お休みをいただいておりまして、今日はちょっと夜更かししてもいいかなっていう感じのテンションなんで、今日も動画を撮って帰ろうかなっていう感じでございます。はい。 えー、おめでとう。八丸の子供入学おめでとうっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをぜひぜひいいじゃないですか。時間もお金もかからないんだから。ポチッと押してくれてもいいじゃないかっていうことでぜひね。あのー、よろしくお願いします。あと概要欄にね、こうやったら経過物を稼げるんだよっていう記事も書いてますので、おかげさまでそちらの方も好評でいただいておりまして、えー、そちらの方も合わせてよろしくお願いしますということで、今日は何を喋ろうかなと、昨日を あの、ヤマトさんのね、あの、置き配のこと喋って動画にしたんですよ。ほんで、まあ、それが、まあ、あの、ニュースになってますね。あの、やっぱり、そういうのは、今日の朝からニュースになってましたね。うん、まあ、あの、いいことですよね。置き配だから、利用できひんかったことが利用できるって、すごい進歩っていうかね、あの、まあ、24年問題でヤマトさんも、 あのー、そういうことも考えてね、置き配をスタートしようっていういい傾向ですよね。これ、そういうなんかどん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 ね、えー、佐川さんとかに広がっていったら、やっぱりこの利用する側も非常に助かりますし、配達する側も助かるし、ウィンウィンな関係じゃないですか。だからまあ、そういった24年問題に、あのー、対応していこうっていう流れじゃないですか。んで、今回の、 あのー、私がこの動画まああのー、何をしようかなって考えた時に Yahoo! ニュースを見てたらめちゃめちゃ面白い記事がありましてなんか X ある人があるトラックドライバーが X に投稿したことによってそれが Yahoo! ニュースになったんですよね。 で、どういうことを投稿したかというと、会社まで45分なのに時間オーバーで帰れず、みたいな投稿したらしいんですよ。どういうことってなるじゃないですか。<laughs> 会社まで45分なのに時間オーバーで帰れず、どういうことっていうのが、ちょっとに、この24年問題で、これが、その、それの関係で会社にも家にも帰れず、みたいな、ようわからんことになってるらしいんですよね。で、これが記事になってて、で、まぁ、あ、ちょっと読んでいきますと、 まあこの2024年問題で早々に規制の対象となるトラックドライバーから上がった悲鳴が大きな反響を呼んでいるということで、 会社まで45分なのに、時間オーバーで帰れず、なんなんだ、この働き方改革は。家に帰るどころか、会社にすら帰れないってクソだなって、えー、そういう投稿されたらしいんですよね。で、一体全体何があったのかって言いますと、まあ、そもそもね、今、えー、と、この24年も、まあ、あの、4月からね、1日13時間までしか、えー、働けないじゃないですか。これがまあ24年問題じゃないですか。で、 あの、特別なね、あの、事情によって、最大で15時間なんですよ。でも、まあ、これ、あの、大体、まあ、基本13時間以内なんですよ。で、なんか特別な事情があった場合だけ15時間とかできるのかな。でも、これなんか、あの、僕も、まあ、ちらっと知ってるあれだけなんですけど、なんか規制が確かあったんですよ。週何回とか、サブロック協定入ってなあかんとか、なんかいろいろな、あの、条件があったと思うんですけど、だからまあ、基本的に、えー、13時間なんですよね。 1>, あの1日のトラックドライバーさんが仕事していい時間っていうのは13時間以内です。まあ特別な状況で15時間やけどまあそれはもうほぼ無視してもらってもいいかなっていう感じでまあたい13時間なんですよね。でこの投稿された、えー、投稿主の方は4月2日あもう24年問題が入ったね4月2日に、えー、自分の会社がね静岡県にあるんですよ。で静岡県の会社を、えー、朝の3時に出ましたと。 で、どこに向かったと言うと、岐阜県。岐阜県の、えー、その目的地ね、朝の7時に着きました。で、えー、そっからまあなんやかんやでに、卸ろしがあって、その荷卸ろしが終わったのが9時半頃と。9時半頃に岐阜県のところで、荷物をね、あの、納品し終えました。 で、次に、あのー、帰りの便、帰りのところなんかまあ積んでいかんとダメじゃないですか。それを三重県の四日市に向かったんですよね。で、三重県の四日市に、あのー、荷物を積みました。で、そっからまた静岡県に帰るっていう、まあ、よくある廃車の、えー、まあ、ルートですよね。あのー、まあそこに納品しに行って、ちょっと三重行って、 で、帰りのね、あの、荷物積んで、そのまま自分のね、あの、会社の静岡の方に帰るみたいな、まあよくあるルートですよ。その会社のね、組み方ですよ。で、もあの、こっからが24年問題の、あの、大きな問題になるとこなんですけど、連続運転が4時間を超えると、30分の休憩を挟まなければいけない決まりとか、交通状況などもあって、 会社のある静岡県まであと45分のところで、この日の業務開始から13時間が経過してしまったと。で、会社へ戻ることもできなくなって、そこでトラックを止めて、翌朝を待たなければならなくなった。当然自宅に帰ることもできないというね。これが24年問題なんですよ。もう一歩も動かすな、みたいな。あの、もうバレるやん。 もう13時間もう稼働してるから、これ以上1分でも超えてしまったら、あのー、もうあかんや。規制かかってるのに、これも運転できん。あとでも会社まで45分、家までもあと4分、すぐそこやねん。いやけど、あのー、動くなと。そこでトラックを貯めて、日後火がね、あのー、超えるまで、もうそっからもう動くなと。1ミリも動くなみたいな状態になったらしいんですよね。 ほんで、基本的に13時間ですけど、まあ、あの、拘束時間のね、延長は可能ではまああるが、まだ着き始めと4月2日のね、着き始め。おい、それと延長できない事情もあったと。で、会社側も今回の規制で罰則付きとなったことで、慎重に対応しようとしているという、ということでね。で、ま、この、その、実際のトラックドライバーさんが、まあ、みんなで守って頑張ろうって言っていますと。 会社係はもう頭を抱えていますよ。休憩がね、まあ、1時間増えて、拘束時間の最長が1時間減らされたのは痛いですと。現状を訴えて、荷物の延着でのね、損害賠償など、これから出てくるかもしれないですよねって、あの、まあそういうふうに危惧されてるらしいんです。だって、あと45分で会社に着けるのに、あの、の、だからもう届かへんわけや。あの、ほんまは届いて、おろしとかなあかんのに、 もうぶっちゃけその、そこで自分のね、会社まで行ってしまえば、あとはまあもう倉庫の人たちでね、別に下ろして、あの、なんとでもできるじゃないですか。ただ、その荷物がね、あの、届いてないことにはもうどうしようもないんで、結局まあ、あの、延着になったりとかね、まあそういった損害賠償とか、いろいろ、あの、そういうのがね、まあ出てきてしまう可能性が、ここから、まあ、いろんな事例で出てきますよね。 だってもう13時間超えてしまうんやもん。みたいな、こっからちょっとでも動いたら、あの、13時間ね、あの、勤務が超えてしまうから、そうなってしまったら罰則が受けるのは会社側なんですよね。で、それはまずいということで、もうトラックを一本も動かすなってなってるらしいんですよね。で、この方が、このトラックドライバーさんが言うには、昔のように自由が欲しいです。このままでは若者が誰もやりたがらないでしょうと。 家に帰れない、風呂にも入れない車内で缶詰なのですからって。でまあ、その方の息子にね、将来同じ会社でトラックに乗って一緒に全国を走りたいって嬉しいことを言われましたが、この運送業界に未来はないからやらない方がいいよと言ってしまいましたと。何のための、誰のための働き方改革なのかわかりませんと。 まあでもその反面ね、今回の働き方改革を歓迎しているドライバーさんもまあもちろん中にはいるでしょうと。でもその一方でね、あのこういったいきなり、まあ、4月2日って始まっていきなりね、苦労と苦悩を強いられている人たちもいると。人々の生活を支えている物流業界ですが、今回の上限規制で厳しい条件に直面しているっていう記事で、まあ面白いですよね。まあだからリアルと言いますか。だからこれが、 わかりきってたことですよね。24年問題ってこういうことになるよね、みたいな。だから上限がまあ13時間とか、ああまあ特別なことがあって15時間とかですかまあ大体13時間ね。超えたら、もうそれ以上働けないよってなったら、もう走れないんですよ。だから、荷下ろしとかもあるやんか。でまあ、あの、積む時間とかさ、やっぱ交通状況とかにもよって全然違うやん。もう渋滞とかハマったらさ、もうどうすんのって感じじゃない もうだってさ、絶対と構ってさ、え、もう、これで、例えば13時間経過してさ、もう全然、だから雪の日とかそうやんか。もう、ずーっとなんか、8時間全く動かへんとかあるやん。だからもうそんななってしまったらさ、でもでも道路を動き出したんやけど、みたいな。でもここで動いてしまったら、俺、13時間超えてしまうんやけどさ、みたいな。 だからそういう場合、どうすんの <laughs> そういう場合、どうなんやろうね。だから、会社罰則受けんのかなだからまあ、いろんな問題が、だから交通状況でさ、いろんな状況が出てくるやんか。だから、この罰則はね、ちょっとかわいそうかなっていうので、んでまあ、ここでトラックを止めろってね、言う会社もかい、まあまあ、それが正しいんですけどね。だからそのトラックドライバーさんは、もうそこでもうトラックを止めて、 もう缶詰ですよね。火が、火が、このね、回るまでね。火回るまでもうトラックの中でずっと耐えるしかないですよね。でもまあ、これが24年問題な,なんですよ。だからこれが原因で届かへんって言われてる原因じゃないですか。荷物が届かへんっていうのはこういうことなんですよ。だってもうこれ以上働けないんだから。で、ドライバーさんももちろん届けたいよ。こんなさ、車内で、こんな車内で、そんな嫌やわ、みたいな。 ひ回るまでこんなんずっといたないわっていうのドライバーさんも一緒やし、お客さんも、え、ほんなん荷物持ってきてよっていうのも一緒ですし、誰のためのね、何のためのちょっと今回は規制なのかわからない。誰も得しい,いんのじゃないかってね、なってるんですよね。でもまあこれが24年もんで、これが荷物が届かへん原因なんですよ。でもまあこれ4月まだ入ったばっかで、 こんな問題がね、いろいろ起きてるんですよ。だからまあ、廃車係がめっちゃ偉いよな。もうギリギリこれ帰ってこれるかな、みたいな。<laughs> そんなギャンブルもしてられもう確実に帰ってこれるルートを渡してあげんと、あれやけど、そんなんさ、組めへんや。廃車もさ。 いやそんなんもう無理やって、これでゲーム、これでなんとかギリギリ帰ってこれるかなみたいな感じやけど、もうちょっとでもさ、あの、交通状況とかさ、荷降ろしとかさ、あの、荷待ちとかさ、もうそういうのになったらもう終了よね。うん、だからまあ俺はもうきついよ。でやっぱ稼げへんしね。うん、やっぱそこが最大の魅力やったのにさ、トラックドライバーっつったら、まあ給料いい。ね長距離やったら給料いいっていうのが、このなんか魅力やったのにもうそこもあかんくなるからさ。 もう結局、もう、稼げへんよ。うん。なまあ、難しいところよね。結局、若い人も、その、入ってくるのは入ってくるけど、もうすぐ辞めるっていうのがやっぱ多いらしいですね。その、僕の周りの人らに聞くと、やっぱ入ってくるのとか、その、募集かけたら、一応まあ、なんかね、まあ、来てくれるらしいんやけど、まあ、実際やってみたら、あの、全然、なんか、思ったのと違ったみたいなね。 感じですぐやめていく。まあ、やっぱ続かへんっていうのが、やっぱ多いらしいですね。ほ、う、ら、ん、まあ、だってさ、朝3時とかに、まあ起きなあかんやん。どうしてもトラックドライバーさんは。だって朝7時とか、まあ大体8時とかに、あの、荷下ろしが始まったりさ、その時間に、あの、トラックをつけなあかんからさ、うん。やっぱ朝3時とかさ、2時とかに起きて、走り出さんと、朝その時間につかへんからさ、やっぱそういう早起きして、 朝8時ぐらいから、こう、荷下ろしして、で、またなんか、帰りの荷物積んで、戻って、みたいなさ、そんな、その、そこまでの生活をしてやで。で、手取り20万とかやったらさ、やらんやん。<laughs> あの、<laughs> じゃあやらんやってなるやん。あんなもう、普通、コンビニでバイトしろ、稼げんちゃうかな。お朝3時から、ずっとお。だから、そんなん、やらんって。 夢ないよ。何の楽しみもない。まあ、トラック乗るのが大好きっていう人は、まあ、いいかなと思いますし、もうずっとね、あの、昔からあの、トラック一本でやってたみたいなね、もう40、50の人はもうそのままあの、トラック一本で行くっていうのは、まあ、全然ありかなと思いますけど、まあ、まだ若いね、20代の方とか30代の方が、いや、トラックだイバばやるっていうのはちょっとなんか、どうなんやろうなって思いますよね。今の時代は厳しいよ。 まあ、こっから規制がね、まあ、ちょっと緩くなっていくっていうのを期待して、まあ、やっていくしかないでしょうけど、まあ、でもどうでしょうね。わかんないですけど、もうちょっとね、うん、960時間、今年間で。だからその辺が、もうちょっとこう、伸びたりとかね、うん。そういうのやっていかんと、やっぱ稼げへんって、うん。夢がないもん。うん。逆になんか、この、ヤマトさんの置き配できることによって、軽貨物とかの方が稼げるんじゃないかみたいなね。 うん、だって軽貨物の方がほんまに稼げるんじゃないかな。<laughs> 今、今、うん。トラックドライバーさんつったらさ、昔はさ、50万とかさ、余裕で稼げたみたいなね。50ぐらいはこう持って帰ってあげれたよみたいな時代やったかなと思うんですけど、僕の親世代とかはね。今はもう2 30が精一杯じゃない。この24年問題で30万手取りで持って帰れるドライバーさんっていうのもね、 なかなかちょっと、うーん、少なくなってきてるんじゃないかなと思いますし、やっぱ夢ないよ。あーだからまあそれやったらね、うん、僕は無理してやる必要もないかなと思うんですけど、まあ、楽しいっちゃ楽しい。やっぱ合ってる人は合ってるんですよね。僕どっちかっていうと、その車乗ってあんま好きじゃないんで、その、だからドライブとかも好きじゃないんですよ。だからそういう人は向かないでしょうけど、こういう一人でブラッとドライブとか行きたいとかね、 あの、一人で違う県外とか車で行って、なんか、まあ、そういう、なんか、好きみたいな人はもちろん合ってるでしょうから、給料とかよりもね、そういう仕事をしたいっていう人は、まあ、いいかなと思いますけど、まあ、そういう給料面とかね、生活面で考えると、僕は全然おすすめできる業界ではないと思いますし、しばらくまあ、良くはならないでしょうね。で、まあ、トラックドライバーを選ぶということは、この、今回のね、ヤフーニュースの記事にあったように、 やっぱトラックの中でね、あやっぱ過ごさなあかんお風呂もないし、もうわけわからん変皮なところで、あの周りにコンビニも何もない変皮なところでもしかしたら、もう泊まれって言われたらね、もう13時間やからもう泊まれって言われたら変なところでこう泊まって、あのー、朝までね、あの、そういう、これでずっとこう過ごさなあかんとかいうのももちろん出てくるでしょうしね。おだから、夏場とか最悪よな。やっぱそういうのもあるしね。 うトイレ問題とかもいろいろなお腹が痛いけど周りに全然トイレないよみたいなものはまああるあるでしょうしね。うん、だからそういうなんでも、うん、だからいいとこばっかじゃないんだよね。なんか運転するのが好きやからだけでできる仕事でもないと思うんで、やっぱお金の面とかそういうお風呂とかね、そういう生理現象のね、トイレとかそういう部分とかね、いろんな部分があるんで、運転が好きっていうだけでは無理かなと思うんで、 まあ、これからトラックドライブを目指される方は、また考えた方がいいかなと思いますし。まあ、24年問題ね。まあ、こういうのが出てくるでしょう。不都合なことがどん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 出てくると思いますしね。まあ、だから、どうなるんでしょうね <laughs>。だってまださ、始まって、始まって1週間、2週間ぐらいしか経ってへんのにさ、もういろいろ見かけるもん。その、X とか見てても多いし、Yahoo ニュースとか見ててもそうやけど、もうすでにいろいろ、 あの、うん、見るから、こっからこの一年どうなんやろや、みたいなね。ね、まあ、まあ、ほらほれで、ちょっとこう、何進化していかなあかんよね。企業もさ、いろいろ対応していかなあかんし、まあ、山本さんのその置き配とかでもそうやし、そういうふうにさ、なんかこう、どん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 、こう、企業もさ、いい方向に向かっていって、社会がいい方向に向かっていったら、なんか一年後、二年後、三年後にはね、なんかまた稼げる仕組みっていうかね、 うん、なんかそういうのも出来上がっていくっていうのをね、まあ期待しつつ、まあ今は耐え時なのかなと思います。はい。今日はなんか面白い記事があったんで、ぜひちょっと動画にさせていただきましたけど、あのー、まあ最初にも言いましたけど、私明日休みなんで、今日はね、あの明日まあ、息子の、えー、入学式で、 まあ今回のこの Yahoo ー e の記事では将来お父さんと一緒にトラックドライバー乗りたいよみたいな、ね、そんなん言われてみたいじゃないですかだから僕も息子もねあのーまあ、僕の血を引いてるんでしょうねででも知らないんです僕が YouTube やってるなんか一切知らないんですけどあのー、息子の将来の夢はポケモンマスターと YouTuber になることなんですよね <laughs>、はい、だからまあ もう言うたら同じこの YouTube で動画を投稿したいみたいなね。あの将来それをしたいんだ。あと僕はポケモンマスターになるって言ってるんですよ。それだけは絶対にかなわへんぞってそもそもポケモンいい品しって言いで、あの現実をぶち壊してるんですけど、まあ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 、だからねあの、嬉しいですよね。私も将来お父さんと一緒の仕事をしたいみたいに言われたら嬉しいから、まあ、そういう胸を張れるように。 ちょっと私も、えー、生活をしていきたいなと思います。はい。これ以上喋ってまたダラダラとなっちゃうん、ね、で、今日はこの辺で切りたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。